まあ、SC24 のね、最後の週末にしたい気も楽しんでいこうよという次第です。まず NWSL ね、すみません。まあ、ここは見たな。女子の、だってトップ25入ってるもんね。ペース91、シュート84、パス78、ドリブル85、フィジカル85、強っ。で、あ、ロットマン、俊足プラスなくなってる。で、マルタは相変わらず、フレアプラス。バーガー、杉田さんです。すごいね。フンダナチ。レート据え置き何時でした？なんと。しかも、ドリブルがね、83から85になってるんですよ。フンダナンジ。これ、世間にバレた。で、これ、ケミストリーむずいと思うやん、クンダランジ。と思うやん。これで、ベイ FC がね、なんとね、このオショワラと一緒なんですね。ええ。あ、僕ね、このシンクレアね、めちゃくちゃ勘違いしてまして、この人ね、バリバリ現役で、僕、ごめんなさい、引退したと思ったんですよ。バリバリ現役で引退して、そのエンドオブアイラのカードが出たのは、カナダ代表を引退したんやって。だからまだまだ現役、この人。覇気79や。プラゴか。まあまあまあ、いいんじゃないですか。で、今日の、10時に来たのが、セリエ。あ、バストーニ、レート87。パスカットプラス。ペース75、守備87、フィジカル83。あ、いけるな。190センチだしね。ミランとインテルが、偽名になったせいで、バッチぐちゃぐちゃやん、もう、これ。ねえ。バッチぐちゃぐちゃ。あ、そっか。だからこれあれか。そっか。使えへんから、別にトップじゃない、ブラホビッチがここに入ってんのか。なるほどね。そういうことか。で、ラファエル・レオンが、レート据え置き86、迅速プラス、ペース94、シュート79、パター80、ドリブル87。おー。まあまあまあ、いいんじゃないですか。あ、チャラハドールめっちゃ良くなってる。エクバラツ・ヘリア、ブラホビッチ、ディマルコ。パバールレート上がってるやん。で、ジョッキープラス。守備86もある。序盤はいいかも。ムヒタリアンもなんかいい感じの CM になってますね。で、プリシッチ、ペース88、シュート82、ドリブル86。めっちゃいいやん。ね、なんか3年ぐらい前のデンベレみたいな感じになってる。で、トゥラム。あ、トゥラムいいね。ペース87、シュート81、フィジカル84。なんか、人気出そう。うん。リーグワン。まず、ビティーナは、まあ、でもなんか85になったけど、あんま85感はないっすね。正直。まあ、ドリブルが87でそれなりに持てるけど、まあ、ベラッティ的な感じがちょっとありますね。まあ、でもとにかく持てたら嬉しいね。で、ハキミ。まあ、今年も序盤いいんじゃないですか？ペース高いし。布面。布面はペース変わってない気がするな。ファビアン・ルイス。まあまあまあ。で、ラカゼット。スタッパー！で、コロムアニ。ボロビン・デイビッド・シュクリディアル。うわ、シュクリディアルめっちゃ弱くなってる。なにこれ。シュクリディアルペース15くらい下がってるくない？もっとか。なんか78とかじゃなかったっけ？ペース。で、アセンシオ。アセンシオ、なんかあれやな、ちょっと影薄いな、最近頑張ってほしいですね。来るとしたらザークツィやと思う、今日。いや、でもデリフト来てるからないか。来るとしたら、ちょっと待って、一応予想しよう。あ、あれや。ダニオルモや。来るとしたら。来るとしたらね。いや、でも土曜日やで。ねえ。え？土曜日やで。金曜日の夜やで。マジで？エボは？ほんまに？お前、目標からライブがなくなってる。マジで終わった？
早いって。経験値危な僕。しかも一番最後があれか、 TOTT のエンバペ。なんかなもうなんかな、中途半端に坂出してファンダイクとサリバが出ないとか、コナテも出ないねえ。エンバペ遺跡で来ると思ったら98とかさ、ネイマールおらんしさ、99のカードが全部出るわけでもないしさ、なんかハンセンだけ出るしさ、最後の最後にほんまにこの不完全燃焼感がありますよね。もうちょいあるんじゃないのっていう。ウェブアプリが終わりました。 SC10T5 に向けたメンテナンスの間、アルティメットチームアプリおよびその他の SC のウェブ機能はご利用いただけません。はーい、これがね今ね40人しかいないでしょ。50か。これ今からね、あの1万7000人になります、これ。はい、プロクラブやろうや。泣かしてよ ST。 せっかくやからね、こう今日だけやで、今日だけやで、いくよー。あ、負けるわけないから、こんなん。すげえ、精密パスや、ちゃんと。はいはい、あれ、はっ、いけ、歌歌えてるか、うまい、うまい、うまい、はぁよくやった。任して。こんなん外すわけないから。任して。おぉ、危ねぇ。ゴーゴーゴー、いけいけ、ゴー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 、ゆっくりで。横パスで意識でゆっくり。いいよ、いいよ、いいよ。あぁ、やばい、これ。これやばい。フライゼロ。行くで。エンバペは同じコースに2回転。みんなで勝とうよってこと。みんなで勝とうよってこと言ってんのは。あー、まあ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 大丈夫。いつか当たればいいから。いつか当たればいいから。よーし。大丈夫。落ち着け。何この切り方。今の蹴り方何？あ、来た。はいはい、ガン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 。はい。あ、PK や。いや、中今ちょっと中今納得いかんけどな今の。今納得いかんけどな。おい、これ外すやん、これ。ザザやん、これ。あ、ナイス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 。まあいい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 。これおぼろすぎるやろ。おい、どうやって外したん、マジで。いいやんけ、1分2分フライングしてくれたって、ケチ。あ、来た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 。さあ、日本人1位やっぱり長谷川やん。長谷川さん1位、熊谷、長里、杉田。あ、かまちゃん81、たけ、三笘、エブ80、伊藤博樹は79。へぇー、さき79ね。森ちゃん79。へぇー、長谷川結衣44。お、すげえ、フィジカル51もあんねんけど。すげえ、強いやん。パスカット、シールド、ティキタカ、トリベーラ。あ、強い強い。あ、いいやん、これ。これ、序盤普通に使えるんじゃないですか？シティの。シティのとか関係なく。普通に強いな、これ。めっちゃいい選手やん。はは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 
ね、戻ってまいりました。ホイルンドよりザークツィーの方が上なんや。へー。なるほど。メイヌーよりヨロの方が上なんや。で、アントニーは77。男子やったら88以下ですよね。リリガーとか見ようや。リリガー、プレイスタイル、ブルーザー、ブロック、ジョッキー、アクロバティック、エアリアル。もういいんちゃう？ね、序盤のカードとしては素晴らしい。まあ、88感がそこまでないけどね。ビルツ決定力79か。まあ、パスはめっちゃ高いし、ドリブルもいいと。プレイスタイル、鋭いパス、チップ、フォーセード、トラッパー、フレア、テクニカル、トリベーラ。まあ、まあ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 、44か。まあ、ぼちぼち、まあ、なんか、高くなるかもしれんけど、まだブンデスやからすぐ落ち着きそうな雰囲気もしつつ、どうですかね。まあ、ちょっとシュートにパンチがないからなーって感じやんな。で、コベルのプレイスタイルは、ラッシュとディフレクター、ファースロー。まあまあ、これも強そうですね。さあ、出ました。大本命男。予測ジョッキーだけか。エアリアルないとかはもう言い出したらキリないんで、普通に去年の金カードがめちゃくちゃ強かったのが、プラス、ね、予測プラスになるから、めちゃくちゃ強いやんてか。なんじゃこれ。めちゃくちゃ強くない？守備意識88、出せば86。フィジカル87、加速77、詰め速度86、リアクション86、出せば85。よっ。坂は、3-4？ へぇー。3-4？3-4なん？高精度、大胆、フレア、テクニカル。まあ、ちょっとやっぱ、スキル3、逆足4は、ちょっときついな。まあ、でも、どうやろう。ハンターつけて加速96で、もし爆発力があればまあまあ、使えなくもないけど。優先度は低いっすね。デクラン・ライス。スタミナ92。まあ、でも、数値はめっちゃいいね。33か。ロブタツ、シールド、ブロック、パスカット。容赦らはなし。いや、プレミアって実質もうこれしか選択肢ないんか。プレミアで433とか CDM 置くときにもうほぼ選択肢がない。ブルーノは、まあリアクション高くて、まあシュートもパスも良くてスタミナもあって。あ、でも相変わらず43か。鋭いパス、的確、ロブタツ。セッター、トラッパー、フレア、容赦なし。あ、容赦なついた？もともと多分なかったと思うんですよね。多分いいっすね。出ました、ソン・フンミン。いいね、リアクション90、コントロール、ドリブル、まあ悪くない。ペースも高い、決定力も90。高精度プラス、迅速、瞬速。あー、めっちゃ強いわ。素晴らしい。まあ去年と一緒か、ほぼ。ST と LM やって。ストライカーでき、じゃあ、左ウィングないんや。エミマルは、飛び出しからの足セーブ。おー、まあやれるかもね。ただプレミアの中では期待できるカードですね。で、ギュンドワン。まあ相変わらずちょっと、まあでもギュンドワンペース以外は全部高いんで、なんか CM において、ね、ちょっとやらしい動きさせるみたいなのはうまいかも。鋭いパスできたか、トラッパー、シールド。まあやっぱ、受けて、ね。そっからちょっと一人いなしてとかは、めちゃめちゃうまそうなんで。お、ディバラスキル5なってる。いいね。まあ、シュートとかペースとか、まあ、めちゃめちゃ際立ってはいないですけど、まあまあドリブルはしっかり高くて。セッター、高精度、鋭いパス、トラッパー、フレア、テクニカル、トリベーラ。まあ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 、まあ。楽しそう。でさ、最強左サイドバック。スキル4、逆足3手を。へぇ。いや、マジ強いなぁ。フィジカル88あんねんけど。なんじゃこりゃ。で、ブルーザー、迅速、予測？容赦な瞬速。最強。ネイマール。まあでも決定力80なら、まあまあまあ、リアクションって、なんかネイマールってリアクション高かった気がするんだよな。83ぐらいなかったっけ？え？リアクションマイナス 10？ あ、じゃあ全然違うわ、これも。今までのネイマールじゃないわ。全然違うわ、じゃあ。
デヨングは、まあ、能力はほぼ多分変わってなくて、ドリブル相変わらずしやすい中盤、パスできて、入っていけて、パス3つあって、フレアス、シールド。まあまあ、安定やね。ムシアラはペース下がったけど、まあそこまで気にならんな。ドリブルも高いし、決定力も84になったし、スキル5逆足4やし、テクニカルプラス、鋭いパス、フレアトリッカー。いや、使いたいね。去年の序盤のムシアラめっちゃ強かったからな。で、マルキーニョスは、守備が金カードで一番高くて、まぁちょっとフィジカル79気になりますけど、パスカットジョッキー予測エアリアル。まあまあ持ってるものは素晴らしいですね。あとパワーヘッダー。まあどれぐらい、まあでもエアリアルプラス持ってる前線が多分最初はほとんどいないんで、まあマルキーニョスはド安定なんじゃないですか。オシムヘンは、3-4 です。3-4オシムヘンは多分能力はでもそんなに変わってない。もともと多分冷静さもそこまで高くなかったし。まあ、決定力もまあ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 。まあ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 。で、迅速、チップ、パワーヘッダー、極限。移籍したやんね、でも。で、バストーニ結構注目。70に78で守備めっちゃ高い。リアクション冷静さ。あ、フィジカル案外低いんや。へー。で、パスカット、ジョッキー予測。ドブタ2的確。あ、強い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 。強い。で、バレッラは、お、バレッラついに逆足4になりました。よかったね。まあ、能力は相変わらずまんべんなく、よく。で、容赦なパスカット予測スライダー、シールド、2で、あ、的確。強いね、これも。これもいいやん。馬車は、4-3。まあ相変わらずちょっと守備の軽さはなんとなくありつつ、またあれか、やっぱこのスプリント速度やんね。ただまあ容赦な瞬速予測パスカット、テクニカル、大胆セッター、多いな。ドルフォもまあまんべんなく。なぜか CM ができないと。で、ジョッキー、瞬速、大胆、トラッパー、テクニカルとか。おー、まあまあ、なんか、持ってるプレイスタイルもいいんでね。フィジカルも91あるんで。なんか普通にサイドバック使えなくもな、使えそうやな、むしろ。どうなの？さあ、ローレン・ジェームズ、5-4です。まあ、リアクション冷静さが低いアジリティも相変わらず、でもアジリティ確か去年65とか60とかやった気するんで、そっから比べたらめっちゃ強くなってる、ね。あ、去年確かあれやったよな。迅速やったよな。ロブタツ、大胆、トラッパー、フレア、迅速、瞬速、トリッカー。まあまあ強いかでも。いやどうやろな、このドリブルがちょっとよくわからんな。マクアリスタ3-3やって。まあ能力はペース以外はいいけど、決定力とかね。パワーシュート、セッター、的確するとやっぱシールド。まあまあまあ。パワーシュートのなんか感覚変わってるかとか気になりますよね。ヘリー4-4。まあ、この選手、去年のね、ロイキンの序盤めっちゃお世話になったけど、ああ、強い強い、いいね。セッターも持ってんねんな、それがいいねんな、普通に。80あれば、まあ、それなりに蹴れるんでね。今年も強そうです。地味に良さそう。まあ、リアクション冷静さがちょっと厳しいかな。パスカット、ブルーザー、ブロック、エアリアル、ロブタツ。まあまあまあ。まあ、なんかぼちぼちって感じやけど、あんま使わなそう、結局。よかった、まだ5-4。冷静さは相変わらず高い、92。決定力87。シュート力92。あ、いけるやん。いけるぞ。パワーシュート、パワーヘッダー、フレア、トリッカー。へぇ、アクロバット、エアリアル、トリベーラー。トリッカーついてんねや。まあ相変わらず強いんじゃないですか。序盤は特に。まあ使えると思いますよ。なんでそれ決めんのーは、ありそう。しなびてしまいました。ベンゼマン。いやー、ちょっときついなー。これなんか何も尖ってないなー。決定力はぼちぼちあるけどっていうね。プレイスタイルもまあいいけど、これちょっときついねー。え、ロドリコ。ロドリコ4-4や。で、ST、左ウィングできません。セッター、高精度、フレア、テクニカル。前から瞬速迅速はないけど。まあでも、これはまあいいんじゃないですか。ペース90近い、決定力86、パスもそれなり、で、ドリブルもしっかりある。まあ使えそう。ST で使うのもね、いいっすね。
まあまあまあ、守備がそれなりに残ってるんで、まあ CM で使うのはいいか。鋭いパス、ロブ立つ、大胆、テクニカル、トリベーラプラス。またトリベーラ強くなってるとおもろいけどね。まあでもシュートはあんま高くないですね。な、え、これ、レート86やけど、86以上の数値なくない？ 1 個もないやん。マジで。見事に1個もないねんけど。大胆、ブロック、あ、これめっちゃ弱いやん。弱くないけど、強くないな。な、なにこれ？さあ、ペース50男やってまいりました。33。パワーシュート、高精度、鋭いパス、ロブタツ、ブルーザー、スライダーと。まあ、これは、むずいね。ドリブル73とかも結構しんどいですよね。さあ、ペースマイナス13男。なんでこんなことになったんや。逆足や2足を。かわいそうに。なんでこんなことになったんやろね。ほんまに。どう使ったらいいのこれ。たーちゃん。なにこれ、加速 53？ おう。エアリアル。なにこのカード。ちょっとレバークゼって嫌われてる。ちょっと。これ、レート詐欺やん、こんな。かわいそうに。優勝したやで。デンベレは相変わらず55で迅速プラス。まあ、ペースもしっかり高い。ドリブルも高い。まあ、リアクション冷静さは低いけど、まあまあ。まあまあ許せる。あとパスが何気に非常にいい。で、的確。ほう。フレア。迅速。トリッカー。瞬速。あ、いいね。これは人気やね。しかもトップ下できるやん。へぇー。トップ下できんの？できました。ラファエル・レオン。スキル5。あら。スキル5でドリブルそれなりで蹴ってるか、ハチューさん。で、瞬速、迅速、トリッカー、フレア、鋭いパス。大胆、高精度、あ、強っ。なにこれ。めちゃくちゃいいカードじゃないですか。ST で使いたいねー。さあ、来ました、パマ。パマ43。おう。まあ、パスは高い。決定力はまあ普通。いや、これは相当むずいカードですよ。高精度、鋭いパス、大胆、トラッパー、フレア、テクニカル。これは相当むずい。てか最初はマジ使いこなせん。だって、できることがそんなにないんやもん。まあ、鋭いパス、まあ、高精度がその通常ついてるだけでもかなり強いみたいな話やったらいいかもしれないですけど。で、イサク。イサク45。はい。まあ相変わらず安定感。ペース、シュート、ドリブル、しっかり高くて。で、瞬速ないんや。高精度、トラッパー、フレア陣。まあまあ、最小1万とかで買えたら嬉しいけど、まあプレミアなんで3、4万ぐらいするんじゃないですか。っていう感じですかね。ロバートソンはまあ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 、容赦なプラスついてて、迅速、大胆。まあ安定感はあるけど、去年の頭と同じようにはそこまで使われなさそうですね。ちょっと相変わらず4号ね。まあ、蹴ってるか85。ドリブルもしっかり。まあ、普通に。で、迅速容赦なし。まあまあまあ、普通やね。クバラツエリア。クバラツエリアは5号で、まあ、冷静さ79。高精度、鋭いパス、フレア、テクニカル、トリッカー、トリベラ。まあ、プレイスタイルはめちゃくちゃいいね。2個4号。で、ペース93。決定力も、まあ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 、ここだけあれば、まあ、序盤はまあいいんで。で、パスは普通。ドリブルがね、案外寂しいなぁ。で、高精度、フレア、迅速。トリベーラ、容赦なし、瞬速。まあでも、サイドでこれ置かれたら、しんどさはあるか。エンゴロカンテ来ました。まあ、スキルは2やけど、別にそれは良くて。うわ、守備高い。ああ、でもスタミナ82か。まあでもまあまあまあ、まあ、で、シールドパスカットプラス、容赦なし。いやでもこれ強いよ。だって、あれやれ、去年からペース7上がってんねんで。ねえ。絶対強いと思うけど、僕、カンテ。で、ミリトン。さあ、
いや、今年もいい数値してますね、あなた。まあ、冷静さはね、低いけどね。スタミナも85ありますしね。あなたいいね、相変わらず。パスカット、ブロック、エアリアル、6打2パーヘッダー。あなたいいね、今年も。これ人気ですね。絶対いいね。さあ、アラウホ。お、加速76。来てる。まあ、守備はちょっとギリギリ感があるけど。で、ブロック、ジョッキー、スライディング、予測、パワーヘッダー。まあ、エアリアルないけど、まあ、それは置いといて、アラウホいいね。加速76か。確か去年なんか71とかやってんな。で、組んで。去年は序盤人気でしたか。よかった、センターバックできるわ。で、守備もしっかりやって、ペースもあって、まあ、フィジカルは若干ないけど、ジョッキープラスでスライダー、容赦なし俊足。これも多分去年と一緒かな。まあ強いんじゃないですか。俊足あってジョッキープラスなんで、多分その、ボールをサクッと取るのはできそうなんで。さあ、チュアメニ、33。いや、この選手やっぱ能力は別にそこまでなんですけどね。やっぱいいよなこれ。ロブタツ、ブルーザー、パスカット、ジョッキー、予測、エアリアル、容赦なし。素晴らしいなぁ。でかいしなぁ。なんかでかくなってへん。188？ 伸びてるくないこれ。え、ちなみに伸びてんねんけど。シュロッターベック。シュロッターベックは、なんかあんま85感がないなぁ。スライダー、ジョッキー、ブロック、予測。まあ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 。まあ、ペース高いんでね。それなりかな。で、サネ。逆に。サネは今年も逆足に。無念。まあ、それなりに使える、プレイスタイルの俊足迅速持っているが、逆に。出た。ブンデスの希望オペンダー。3-4か。でも決定力87。あー、ドリブル低い。惜しい。ただ、俊足、迅速、トリベーラ、高精度。まあ、シンプルながら強そうな雰囲気は感じますね。うん。ミケル、メリーノ、サンサン。まあ、やっぱ相変わらず能力のバランスは非常にいいですね。で、パワーシュート、鋭いパス。エアリアル、容赦なし。なんか、もうちょっとプレイスタイルあった気がすんねんけどな。で、ビティーニャ。まあ、ドリブルができる中盤で、シュートは最低限、パスはそれなり。炭酸カーでも、高精度できたかテクニカルパスカット。まあ、面白いけど、まあ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 。なんか、むずそう。うん。まあでもテクニカル持ってるから、まあ、運べるのはいいけどね。さあ、おしょわら、来ました。ペース90。決定力90。あー、いいね。これ、序盤光るんじゃないですか。ただ、冷静さ72やけど。パワーシュート、俊足、迅速、トリベラ。これ、序盤輝くやろ。相当、復帰しました。トナーリいいね、やっぱね。うん。ロブタツ、スライダー、容赦なし。いや、トナーリいいよ。これ、今年こそ、来るんちゃう、めちゃくちゃ。いいんちゃう。で、ゲケレシュ。あ、逆語。おー、あ、ペース90やけど、加速88、スプリント92タイプ。で、決定力86。おー、いいやん。スタミナ93、ジャンプ95、フィジカル91。おー、いいよ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 。で、シールドだけか。ちょっとプレイスタイル貧弱やけど、まあでも、逆語ならいいんちゃう。うん、ペース90で逆語やったら別にもうそんだけで成立するからな。いいよ。組み合わせな、あとは。さあ、来ました、今年も、ウォーカー。なんか、守備が下がった気がするけど。まあでも、タックル85なんで、まあまあいいよ。で、迅速、ジョッキー、スロー。多分これ一緒やな。守備が下がった気がするけど、一緒かな。まあまあまあ、スタミナがね、どうしても気になるんですけど。まあでも、いけるでしょ。今年も。ウォーカーやし。グリーリッシュ。シールドプラス。まあ、ドリブルは爆馬。で、高精度トラッパーフレアシールド。まあ、でも、強いかもね。
ピエーザープラス消えちゃった。まあ、ペースは92でも。決定力もそれなり、ドリブルもそれなり。まあでもこれは跳ねるんちゃう？高精度、フレア、迅速、瞬速、ドリブル。これ跳ねるんちゃう？これいいんちゃう？デリフト。足が遅いんだ。ええー。なんだこれは。振り張り。まあ安定。うん。パワーヘッダー、ブロック、ブルーザー予測。まあまあ安定。いいね。まあまあ何でもできるけ。まだ特殊来たら面白いんじゃないですか。高精度、鋭いパス、ロブタ、テクニカル。うん。まあ、一回り強くなって、プラス3になったら、まあまあまあ、ドリブルしやすい、いい中盤。かな。まあでも84でも、まあ、ドジョ盤ならいいか。アルバレスは、まあこうやって見ると非常にいいね。高精度、フレア、シールド。まあでも高すぎたら使わんけどな。どうかな。で、アカンジ。これ地味にいいよ。スキル2、逆足4。これ地味にいい。ペース78。ね、リアクション86、レス83。で、これ、シャドウでそれなりに上げれるし。ジャンプも90。フィジカル86。えぇ？ダメだ、じゃあ。じゃあダメだ。あら。アケ。アケは左サイドバックできます。まあ、数値はそれなり。まあ、センターバックで使うとしたらちょっと物足りないかな。ゼロ。スタンウェイ。せっかくは削除されたんですが、まあ、冷静さ相変わらずなぜか低いんですけど、できることは多いと。で、的確、ロブタツ、トラッパー、フレア、テクニカル、ジョッキー。まあまあまあ強いんじゃないですかね。うん。ザビッツァー、3、4。あ、シュートが高い。へぇー。ドリブルもそれ、あ、強い。パワーシュート、高精度、的確、トリベーラ。おー。いいんちゃう？ザビッツァー、やっぱ。ブンデスやったら一番良さそう。さあ。まあ、ドリブルは高い、ペースも高い。まあ、シュートはできない。で、フレア、迅速瞬間。まあ、サイドバックもできますけど。まあ、でも、スリーバックで使うのはめちゃくちゃおもろいけどな、これ。スリーバックのサイド、これめちゃくちゃおもろいよ。バルサに移籍、ダニオルも。ドリブルがいいね。ああ、これ、いいんちゃう。いいトップ下ですね。ムシアラ的な感じがあるね。高精度、鋭いパス、ティキタカ、トラッパー、フレア、テクニカル、トリベーラ。まあまあ、チープムシアラかな。うん。パバール。まあ、守備も高い、リアクションも高い。で、パスカット、ジョッキー。まあ、最初のパック開封で引いたら、ちょっと使いたくなる感じですね。身長も186センチ、まあ、それなりにあるんでね。はい、出ました。この人のどこがレート84なんでしょうか？教えてください。ペースが38です。何をしたらこうなるんでしょうか？え、チャウィンガ。逆に？あ、そうだん、チャウィンガって。あ、そう。ペースめっちゃ高くて決定力85。フィジカルも90。いや、おもろいと思ったけど、逆になんや。あ、そう。でも、瞬速、迅速、トリブやら高精度や。でも逆にやねんな。アピーニャ。44。まあ、今年も相変わらず、いいカードですね。で、パワーシュート、高精度、フレア、迅速、トリッカー、瞬速、容赦なし。まあまあまあ、これも強い。うん。序盤は結構嫌なカードなんですよね、相手しててね。で、ルイス・ディアスも44。なんかスキル5になったりするかなって思ったんですけどね。まあ、パスはちょっと低いけど、まあ、ドリブルめっちゃ高くて、うん。で、瞬速、フレア、テクニカル。いや、上がると思ったけどな。うん。めちゃくちゃ好きなんですけどね、僕。あー、まあ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 。なんか何もその損なわれずいいんじゃないでしょうか。うん。瞬速、大胆。まあまあいいんちゃう、これ。ね。デンベレとの縦ラインにしたいですね。相変わらず安定。最強左サイドバック候補が。
でも能力はそんな変わってる気せえへんけど、やっぱ守備が80乗ってんのはちょっと強くなったなって感じはしますね。で、迅速とブロック。まあでも強いやろ。この人何年強いん ?6 年ぐらい強ない ?UT で。さあ、出ましたよ。何時。絶対強いよな。ペース91、決定力85で、アジリティ88で、コントロールドリブル85で、ジャンプ95、フィジカル91。ねえ、チップ、トラッパー、テクニカル、エアリアル、トリベーラ、容赦なし瞬足、多分これ一緒なんですよ。絶対強いけどな。バレたな。77しかないの?嘘つけよ。あ、嘘つけよ。瞬足、迅速。なんかちょっとだいぶシンプルに仕上げてきたな。いや、ディアビーいいね。うん。何も悪いことがないじゃないですか、これ。瞬足プラス迅速トラッパー。え、この超いいやん。ST トップ下右ウィングやって。全部できるやん。え、これ強っ!え、これ強っ!で、プラム3-4。まあ、ペースも高い。リアクションが高い。まあ、ドリブルそれなりにしやすそう。ジャンプも94。うん。容赦なしと瞬足エアリアル。結構おもろいな。あ、これ結構序盤いいんちゃう?ともり。はい。レートが1下がってしまいました。能力もちょっときついかな。ペースは高いけど。ロブタツブロックプラス。予測。まあ、予測持ってたらセーフか。あ、セーフ。カマビンガ。カマビンガスキル4や。あれは万能ですね。数値は。ドリブルしちゃんとできるし。で、フレア、テクニカル、ブロック、ブルーザ、ジョッキ。まあでもやっぱこの手のカードがシュート打てられてるのは辛いよな。サイドバックできるのは嬉しいけどね。今年も右サイドバックできます。あー、いいねー。いいねー。うん。瞬足、迅速、容赦なし、パワーシュート、大胆。いいねー。これは今年も、世話なるで。うん。序盤は特に。ファンデフェン、いいねー、これ。ペース88で、守備ちゃんとあって、フィジカル84で、スライダーとブロック。スライダーとブロックか。まあでも、足早けりゃっていう期待はあるけどな。どこが?瞬速だけ。どこが?なんか大胆とかつけてほしいけどな。内に巻くクロスとかやるやん。ちょっとあれやな、ゲーム側がヤマルを恐れてますね。あ、でも耐えてるな。ペース89。シュート力93。パワーシュートプラスついてるし。耐えてるな、ギリ。瞬速テクニカルフレア。あ、耐えてるな。まあまあまあ。ラッシュのついでにアントニー見てみてください。まあ確かにアントニー寝下がったら見たよ。でも数値上げてそんな低くないでしょ、そんな言うて。ねえ、言うてそんな。あ、逆足1だ!あら!おめでとう!とうとう出たね。逆足1だ!あらららら!すごいことが起きております。すごいことが起きてるよ。まあ、さっきかまちゃん見たけどね、プレイスタイルは鋭いパスフレアテクニカルとなっております。はい。まあ、能力は変わってないです、ほとんど。で、タケ、4-4。まあ、序盤だったら使えそうな。去年に比べてね、シュートプラス1だけなんです、多分ね。高精度トラッパー、フレア、テクニカル。まあまあまあ、いいんじゃないですか?うん。使いやすいんじゃないですかね。さあ、三笘。三笘4-4。前から加速が高いと。で、ドリブル87。決定力79。へぇー。あれ、三笘って4-4やったっけ ?4-3 やったっけ瞬速テクニカル高精度。まあまあ、これもね、評価してもらってますよね。いいっすよね。で、遠藤4-3。シールド容赦なし。なんかもうちょっとつけない?
ねえ、もうちょっとつけない？伊藤博樹。伊藤博樹絶賛リハビリ中かな今。頑張ってほしいですね。ジョッキーブロック。まあまあ、伸びしろですね。さっき3、4やって、まあ、アジリティバランスが高いと。決定力76やって、もっとつけてよ。あんた去年パスマスターにしてたじゃない。お、逆語やん。へぇー。これじゃん、逆語。あー、強い。これ強い。これ79の能力じゃない。強い。鋭いパス、シールド、ブルーザー、予測、容赦。あ、これ、マジ79じゃないこれ。強い、これ。マジこれ、エボが来たら、爆跳ねする可能性がある。強い。決定力も75。強い、これ。マジ爆跳ねするかもしれん。さあ、立道案43。去年確か顧問やったよな。テクニカル、トラッパー、トリベーラ。おー。決定力はちょっと相変わらず低いですけど、まあ、ドリブルで仕掛けるっていう感じですかね。相変わらずペースが高い。ドリブルもそれなり。もうちょっと評価してくれていいと思いますけどね、イナジュン。ねえ、80、山内、正直日本代表の試合見てたら、一番高くてもって思っちゃうぐらいの凄さやんな。で、俊足、トリベーラ、迅速、鋭いパス、大胆。まあ、プレイスタイルがいいので、まあいいでしょ。え、トミちゃん。え、トミちゃん、レアなった？やった。やった。まあでも、守備高いしね。うん。で、予測だけ。あれ、もともとブロックとか持ってなかったっけ？予測だけないね。あ、古橋も逆語やん。あ、ドリブルが相変わらず低いか。まあ、瞬速、極限。高精度チップ。で、菅原。セッター、大胆。フロア。フリーキックセンター76。まあ、でもめっちゃ評価してもらってんじゃないですか、これは。いいね。なんか、77のサイドバックっていう感じの。ね。エボリガイがあるね、これも。そんな感じかな、じゃあ。よし。まあ、また、ちょっと、エネルギーがあれば明日の夜。今日の夜か。もしくは明日の夜目標でちょっと動画作りたいと思っていますんで。また見てね。